新年明けましておめでとうございます。リーゲルンやで。はい、というわけでですね、もうはい、新しく2017年になってしまいましたね。皆さん実感ありますか？はい、もう私本当にね、まだ全然実感が持てないですよね。あっという間の2016年でしたよね。はい、ていうかこれ振り返ってる、今更振り返ってるみたいな感じなんですけど、去年最後に上げた動画が、明けフェス関係の動画で、全然ね、総編集とか、なんかまとめ動画みたいな全然上げれなかったんですけど、本当に、気づいたらほんまに年越してたみたいな感じで、あと、並びに、黒沢ダイヤ様、お誕生日おめでとうございます。はい。ね、すごいよね、1月1日ダイヤ様の誕生日って。スクフェス開いてびっくりした人も結構多いと思うわ。うん。で、まあね、去年の、末ってかもうね、ほんまに年末に私チャンネル登録者1万人の方突破いたしまして、本当にね、皆様のおかげで到達できたチャンネル登録者数1万人だったんですけども、たくさんの方々にお祝いしていただき、誠にありがとうございます。はい、もうコメントもね、YouTube のコメントもバーって読んだんですけども、すごい数のコメント、たくさんね、皆様から応援します、頑張ってくださいみたいなコメントね、おめでとうございますとかもありました。もう本当に私自身の心の支えになりますし、これからももっともっと頑張っていきたいと思いますので、本当にその説はありがとうございました。はい、で、私の関係者並びに習い場の皆様に対してもね、もうお礼はさせてもらったんですけど、また改めてここでね、この場をお借りしてちょっとお礼の方をしたいと思います。ありがとうございます。はい、もう今日これ何の動画か何のこっちゃわからへんのなんか趣旨が違うよな。あれや、今日はもうほんまに1月1日、はい、ということで、元日やね。うん。何俺話そうと思ってたやろな、みたいな。まあ、それは冗談なんですけど。まあね、まあ、今年の、まあ、抱負って言ったらおかしいけど、まあ、こう、やっていきたいこと、みたいな。うん。とかを、まあ、この動画でちょっと、ね、説明できたらいいなって思います。もう本当に、もう別に、ね、この動画では別に開封するもんとかは特にないし、もう本当にこれからのレイギャルンをちょっと皆様にお伝えできればなと思っております。はい。ちょっと、もしかしたら長くなっちゃうかもしれへんけど、まあ退屈かもしれへんけど、まあ見てって。うん。ちょっとごめんな。なんか長なったらちょっと申し訳ないねんけど、うん。まあ見るというか聞いてって。うん。はい。まずですね、まあ去年にも言ったんですけど、まあ去年中にやりたかったことがいっぱいあったと。でも全然、まあ仕事とか、まあいろいろ忙しくてできなかったと。それを今年に、やりたいということで、まあね、ちょっとまとめてきました。うん。はい、まあ、まず、今年にやりたいこと、まず一つ目なんですけども、はい、スクコレの対戦動画でございます。うん。以前ね、私、スクコレのルール説明といった形で、動画の方を出していただいたんですけど、まあ、割と、まあ、それで結構ルール覚えてくれた人っていうのも、まあ、もしかしたら、こんぐらい、いてくれれば、まあ、私は、嬉しいんですけどね。はい。ただ、まあ、それの動画のコメントとかに結構、スクコレの対戦動画を上げないんですかみたいなコメントがたくさん多くいただいておりまして、うん。もちろん、上げるつもりではいたんですよ。もう、正直言ったらもう、去年の10月ぐらいには上げるつもりでいたし、もうかなりいろいろね、ミューシャイニーっていう、神奈川の方のサークルの方とも一応ちょっと、絡ましていただいて、まあ、なんかいろいろね、ちょっと、情報聞いたりとかもして、やってたんですけど、これがまたね、撮影する機会がまあ、ないと。はい。まあ、対戦っていうことやから、まあ、大体あれやん。俺やったらその、ヒロさんとか、アルトくんとかね、うちに呼んで、対戦して、まあ、撮影とか、せなあかんねんけど、うん。それ結局、CM になっちゃったよねっていう話で、はい。もう対戦動画もね、ガチで上げたいんですけど、まあ、本当に、うん、時間と編集、まあ、結構こだわろうと思ってますんで、まあ、それがね、整った次第かな、みたいな感じですね。まあ、ただ今年中には、スクコレの対戦動画上げたいと思います。今月の、13日やったかな？確か13日やったと思うんですけど、アッケーフェスじゃねえ、スクコレ第、診断5段 ?5 段やな。5段出ますよね。はい、それでどんどんね、ちょっとまた環境もゴロッと変わっちゃうっぽいんで、まあ、うん、乗り遅れないように。はい、したいと思います。もちろん私、開封で動画しますんで、またご視聴いただければと思います。はい。今年やりたいこと二つ目は、他のラブライブ系 YouTuber さんとコラボがしたい。
です。はい、まあコラボ中たかってな、まあ、実際会えるわけではないしだいぶ難しいんですけど、まあ、今年中に行うのはとりあえずはゾラさん、うん、ゾラさんとコラボ動画一本とりあえず上げる予定はできてて、てかもう企画がもうほとんど進んでる状態で、もうこれはもう確実、もう早くて今月にはあの動画投稿できると思うんですけど、はい、まあまあでも他のまあ方、まあ、まあラブライブ系 YouTuber じゃなくても、まあ私の結構だいぶ推してるリクくんとかね、まあリクくんとかともまたなんかちょっとコラボで撮りたいなとかも思ってますし、まあね、もうちょっとこうね、まあ多く行ったらまあ結構そのラブライブ系有名な感じの YouTuber の方ともまあコラボできたらいいかなみたいな、まあでも無理やろうけどな、もう無理やろうけどな、うん、だってもう俺の拠点がだってもう奈良やし奈良やからな、うん、東京行けたらいいけど、まあまあもし東京行った時にお会いできたらいいかなぐらいの気持ちなんですけどね。はい、またそういうのもちょっと上げていきたいと思っております。はい、で3つ目ね、私の今年やりたいこと3つ目はサバゲー関係の動画、あと今現在サバライブという動画はまあ2本上げてるんですけども、あのね、サバゲーに関するこう初心者講座みたいな、これでもな、なんか以前去年の動画でもなんかこんな感じのこと言うてた気するんですけど、全然実現できなかったという、あの私の銃の紹介とかね、改めて銃の紹介とか、サバゲーやったことない人に対してのなんかこうしたらいいよ、予約とかこうしたらいいよっていうその段取りの説明の動画を上げたいんですよ、一本。やっぱりね、まあサバライブとかもまあ見てくれはった人もまあいるとは思うんですけど、結構サバゲーを始めてみたいなっていう方結構ね、コメント来るんですよ。サバゲー新しくね、始めてみたいんですけど、どうすればいいですかみたいな、結構コメントも来る、おい。まあね、そんな人に対して、まあちょっとわかりやすいね、動画、ちょっと撮れたらなって思ってます。まあそれもまたそれで編集時間とかまた、うん、結構かかると思うんで、まあ今年中、いつになるかわからないですけど、まあ、あげたいとは思っています。うん。まあ若干ね、まあ大体もうずっと俺のサバゲ動画見てくれてる人はもう大体の流れはもう大体把握できるとは思うんですけど、はい、まあいろいろ予約とかね、どこでやるとか、まあ装備とか結構いろいろ細かい部分が出てきますので、まあそちらの方も紹介できたらなとは思ってます。はい、あとね、今年やりたいこと、まあ今年やりたいことというか、まあ全然以前からやってるんですけど、まあ無償提供品に関してちょっと皆様にちょっとお伝えしたいことがいくつかありまして、はい、まあ今現在もね、去年、うん、結構まだ最近私の動画を見られた方っていうのは多分その私の、まあ、無償提供品の段取りというか、まあその流れっていうのをあんまり存じ上げてない方が結構多いと思うんですけど、はい、最近でもね、今受付までやってますかっていうその質問いっぱいいただくんですけど、もう本当に現在は現在っていうか、もう去年の8月以降は私無償提供費の受付はもう停止しているんですよ。なのになんでこうその毎月動画で上げてるかっていうと、その8月に去年の8月に一回募集をかけまして、でそっからの抽選でこう順繰りに9月10月分11月分12月分1月分来年もう今年やわ、今年の2月分まで今年の2月分までのもうその提供主さんがもう決まっちゃってるんですよね。はい、結構多分ほんまに知らない方の方が絶対多いと思うんですけど、そう、2月分までも決まってて、そのまあ結構数が多くなっちゃったら私もちょっとその店舗的に上げれなくなっちゃうので、そうなんですよね。とりあえず2月分までの分が、届けてもらう、段取りになってるわけですわ。私的にも無償提供品の再受付、2月以降は予定はしております。考えてもいます。はい、結構ね、たくさんの、いろいろな賛否両論的なコメントは、結構いただくんですよ。まず普通に言われるのは、もらいすぎやと。うん。ちょっとお前もらいすぎやと。どういうことやみたいな。結構私に腐ってくるコメントが、ちらほらあるんですよ。ただ、別に、なんていうかな、うん。うん。確かに、だから、すごいね、申し訳ないと思うんですよ。やっぱり、
ね、いやそらもちろんのことね、まあお金いっぱいかけてそう手に入れたグッズをまあ僕なんかにね送ってくれてるっていう、まあすごくもう申し訳ない気持ちいっぱいなんですよ。ただそれをどう感謝するっていうのは、まあ一人一人に私からまたプレゼントをこうやって送り返すっていうことはできないんで、まあ動画にして、まあ開封動画にちょっと面白おかしい開封動画にさせていただくっていうことがもう私にとってのその方に対しての感謝なんですよ。はい。なのでまあね、まあ多分ね、まあそれはまあね、いろいろな考え方っていうのは人それぞれじゃないですか。だから、まあ、難しい部分なんですけど、ただやっぱり未だにね、未だにって言い方悪いけど、今もそのやっぱり無償提供品、無償提供がしたいですっていう方がもうほんまに何人も何人もおられるんですよ。その私に送りたいって思ってくれてる人が。はい。なのでやっぱりこの無償提供品開封のコンテンツに関しては多分やめることはできないと思うんですよね、僕的に。うん。やっぱり、その、まあ、画面の向こうで、その私の提供品開封の動画を待ってくれてる人もいるわけやし、で、やっぱり送りたい人もいるわけなんで、まあ、私的には、まあ、もらっていっぱいいっぱいね、まあ、それは、他のいろいろな方々からしたら、それはまあ、羨ましく映るかもしれませんし、まあ、ちょっと、お前それはないやろって、いい加減やめろよってなるかもしれないです。もう、それはもう仕方ないと思ってます。ただ、やっぱり、リスナーの皆様に、やっぱ楽しんでもらえるコンテンツの一つとして、やっぱちょっと、ね、私もね、まあ、感謝の気持ちを伝える上で、やっぱりやめるわけにはいかないと思いますので、まあ、大体、まあ、何月再開になるかわからないですけど、まあ、大体そうやな、春頃かな。また春頃に、また再募集、まあ、いろんな、どんな形でまた行うかわからないですけど、再募集の方かけたいなとは思ってます。なのでね、まあ、今、私に提供品を送りたい方は、まあ、心配されなく。まあ、ただちょっとこう、時間がかかっちゃうんで、ちょっと待っていただいて、とりあえず2月の分、全部開封し終わってからっていうことになりますので、再認識の方だけ、よろしくお願いします。結構話す。結構話すわ、正月にな。俺、ちょっと今日朝、まあ、昨日結構夜遅うまで起きとって、で、今日朝早起きたんですよ。めっちゃなんか しんどいっていうか眠くてね、ちょっとこうお昼ぐらいから、今だいたい撮影してんのが3時頃なんですけど、ちょっとお昼ぐらいからちょっと2時間ぐらい寝たんよ。うん、めっちゃ頭痛い。うん、ほんまにな、中途半端に寝るもんやないね。で、私のやりたいこと最後、5つ目になるのかな、最後。はい。これはね、ちょっともう本当に実現できるかどうかわからない、実現はしたいと思ってることなんですけど、まあ、オフ会って感じではないんですけど、私自身がですね、イベントを主催したいと考えております。はい。まあ、どんなイベントかっていうのは、まだ、まあ具体的に、まあ、やりたいのは、やっぱりまあ、奈良県内で、ファイナルライブの鑑賞会とか、ちょっと、してみたいなってちょっと考えてるんですよ。はい。で、ここね、言っちゃっていいんかなって話なんですけど。はい。もう、上の方、東京の方とかには、ちょっと申し訳ない内容になってしまいます。すごくね、私、関西ミュージックフォーエバーという去年のファイナルライブ鑑賞会、大阪で行われた会に参加させてもらいまして、すげえ感銘を受けたんですよね。びっくりして、あ、こんなことができるんやっていうのをすごく、びっくりして、ほんで関西ミュージックフォーエバーの主催された達治さんっていう方ともね、ちょっとだけお話しさせてもらいまして、で、まあ、今度もね、ちょっとお会いできる機会があるんで、ちょっといろいろ話聞きたいなと思ってるんですけど、まあ自分がちょっと開催できたらいいんじゃないかなって、やっぱり開催する人がいないとそういう場っていうのはないわけじゃないですか、やっぱりね。うん。だからもうどんどんね、もうやっぱり今年もですよ、もうまあミューズはファイナルライブで終わって、まあアクアに切り替わったけどもですよ、やっぱりもうこうどんどんね、やっぱりラブライブっていうコンテンツを自分的には盛り上げていきたいんで、やっぱそういうイベントとかも開催できたらなって思ってます。はいはい。で、まあ、言うて、このぐらいですね、今年やりたいこと。まあ、ただね、多分2月、3月とかなってきたら、もっといっぱいやりたいこといっぱい増えてくると思うんですけど。はい、もう、ただとりあえず今の現状で言えるのは、ここまででございます。はい。はい、というわけでね、もう疲れたやろう。こんな長い話、なペラペラな。
あの、ほんまに全部聞いてくれた人はありがとうございます、本当に。もうね、鬱陶しい話ばっかりな、もうほんまに、うん、顔まで出してな、うん、申し訳ないと思ってるんですけども、ここまでご視聴いただきありがとうございます。私、レイギャル、今年1年、動画投稿の方ね、頑張っていきたいと思いますので、ラブライバーとしても、サバライバーとしても、そして、ナライバーとしても、まあ、全部ラブライバーやねんけどな全部ラブライバーやねんけどはい、まあ私のコンテンツとしてもうたくさんの皆様にもっともっと伝えていけたらなって思ってますのでね、まあどん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 ね、今年も努力していきたいと思いますので、今年1年私レイギャルンと私レイギャルンチャンネルをよろしくお願いいたします。そして目指せチャンネル登録者10万人頑張ります。銀の盾欲しい。なんか、どっか飾りたいよな。なんか、もうそんなもう夢ばっかり語っても、ああ、でもほら、なんか、アクアが歌ってるやん。夢を語るより、夢を歌おう。うん、あ、語るより、あ、歌えばいいのかな。うん。夢を語る言葉より、違うな。というわけで、本日の動画はこちらまでになります。改めまして、ご視聴いただきありがとうございました。レイギャルンでした。ではでは。